フーラード・フーゼスターン FC はイランのアフバーズを本拠地とするサッカークラブである。フーラードはペルシア語で鉄鋼を意味し、現在のメインスポンサーがフーゼスターン州の鉄鋼会社であることから名付けられている。中国で開催された AFC アジアカップ2004ではサッカーイラン代表に最大となる6人を排出し、特に準々決勝で韓国を4-3で破った。 試合では、フーラード出身の選手が多く活躍した。2004から05シーズン、フーラードはイランプロリーグ4つ目の優勝クラブとなり、30試合で64ポイントの勝ち点を獲得した。その後も数年は上位につけていたが、クラブ内で内紛が起こるなどして、多くの主力選手を引き抜かれ、2006年の ACL では低調なパフォーマンスに終始した。 2007年、クラブは2部リーグのアーザーデガーンリーグへと降格したが、1年で1部リーグへと復帰した。メディアを再生するフロット、エスファンズインハウスフーラードは1996年に、ジョヌーブ・アフバーズ FC が解散するまで注目される、クラブではなかった。フーラードは1991年に、アフバーズ市選手権で優勝し、2年後には、 フーゼスターン州サッカーリーグの2部リーグに参加した。フーラードは、フーゼスターン州2部リーグで2年目を戦っていた1995年、彼らは、州リーグで優勝した。同じ年、ジョノブ・アバス FC は、解散を決め、フーラードが入れ替わりで、イランサッカーリーグ2部に参加することを承認した。1996年、ホマー・ユーン・シャーフロフィーが監督に就任し、 チームは一部へと昇格した。フーラードは1986年にアフバーズシオンブリーグから10年で国内最上位サッカーリーグへ昇格したことになる。昇格以降、クラブは国内の才能ある若手選手を多く発掘していった。クラブはその後アフバーズ成功がメインスポンサーにつき、財政状況が大幅に改善された。 クラブはそのポテンシャルを開花させ、イランプロリーグ2004から05シーズンには優勝を果たした。しかし、クラブの内紛や監督問題から AFC チャンピオンズリーグ2006では実力を発揮することができなかった。優勝時のスタープレイヤーや MVP 獲得選手はレンタル移籍などで次第に UAE のあるシャバーブなどへ移籍していった。クラブはスタジアム改修のため現在は 近隣の都市のアーバーダーンにあるタフティースタジアムで試合を開催している。2005から06を中位の8位で終え、フーラードはマイラン代表監督のモハマド・マイリー、コハンと共に2006から07シーズンを開始したが、彼は成績低迷のためシーズン途中で辞任した。ユースアカデミー監督のネマド・ニコリッチが監督代行を行った後、 ポルトガル人監督のアウグスト・イナシオが、次期監督に就任した。フーラードは2006から07シーズンを15位で終え、2部のアーザー・デガーンリーグへと降格することになった。翌シーズンには昇格プレイオフで敗れ残留が一旦、決まったが、数週間後に一部リーグに昇格が決まったセパハン、ノビーンから一部参加の権利を買い、イランプロリーグ一部に復帰した。 2008から09シーズンには、マジード・ジャラーリーが監督に就任しクラブは、好成績を上げていたが、クラブ代表のサイフォーラ・ディー・ハコーディが、他の監督と契約交渉を行っていたことが、発覚したため、監督を辞任した。しかし、次期監督に就任したルカ・ボーナチチは、最初の8節で一勝しかできず、クラブは、監督を解任、マジード・ジャラーリーが、 次期監督に就任しクラブは10位でシーズンを終えた。2000年、フーラードはユースアカデミーを開設し、今日では400人以上のプロサッカー選手を輩出している。イーマーン・モブアーリー、アーラ・シュア・フシーン、バフティア・アール・ラフマーニー、カーベ・レザーイなどの選手を輩出している。セパ・ハンと共に、イランでは屈指のユースアカデミーを要している。1997から2000。 アーツァーデガーンリーグ2001から2005、イランプロリーグ2006から2013、ペルシアガルフカップ2014、ペルシアンガルフプロリーグ中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。12サポーター太字は、クラブ在籍当時ナショナルチームに招集された選手を表す。ありがとうございます。